コロンビアハウスは日本コロンビア株式会社のアニメゲームエデュケーショナル事業部門。アニメ、特撮、コンピュータゲーム、子供向け音楽、学校音楽教材を管轄する。日本コロンビア株式会社は1965年12月発売のジャングル大帝主題歌シングルレコードでアニメソングの制作を開始した。その後、アニメ音楽部門が 同社の特撮音楽レーベルであったブラジルレコードと統合してアニメックスレーベルが発足した。特撮音楽部門は1992年に株式会社フォルテミュージックエンタテインメントとして一時分社化するも業績不振により債務超過に陥り1995年に再び吸収合併となる。2004年4月時点においてコロンビアハウスは映像 アニメ、エデュケーショナル、j ルーム、m 法学の5つの制作部門で構成されていた。2010年1月1日、クリエイティブ、コア株式会社の教育ソフト事業を、コロンビアハウス制作部へ、ゲーム事業を新設した、ゲーム制作部へ移管。2014年4月1日、順方法学の制作業務を、コロンビアマーケティング株式会社へ移管。 2015年4月1日、レーベル事業部のコロンビアハウスアニメ、コロンビアハウスエデュケーショナルビジネスユニットとゲーム制作部を新設したコロンビアハウス事業部へ移管。アニメソングや特撮番組の音源に力を入れており、1970年代までは日本の子供向け番組の大半の楽曲を同社が保有していた。 このことから現在でも70年代以前の懐かしのアニメ特撮は同社の CD を求めるだけでかなりの作品を揃えることができる。日本アニメーション制作作品においては積極的に音源が発売されており、1997年発売の3枚、グミアルバム、名作アニメ主題歌全集や2000年発売の8枚、 グミアルバム、創立25周年企画アニメ主題歌大前集2004年の日本アニメーションの世界シリーズで、自社現場ではない作品の音源についてはすべて、保有者より借り入れる形で、ほぼモーラの上収録している。2010年1月にクリエイティブコアのゲーム事業を譲り受け、コンピュータゲーム事業に参入している。ラインナップは、任天堂 DS。 3DS Nintendo Switch 用の女子向けゲームが中心。中でも、スミッコグラシのキャラクターゲームシリーズが看板タイトルで、ゲーム基盤はこの事業の独占供給であり、年1から2作のハイペースで作品を発売し続けている。2015年に発売された、スミッコグラシここが落ち着くんですの 3DS 版が一番売れたゲームタイトルで、 女児向けタイトルがメインの日本コロンビアのタイトルということもあり、本作以降隅っこ暮らしの女児人気を固め、任天堂ハードとしては珍しく廉価版まで発売された。NHK 教育などの子供向け番組の音楽や学校音楽教材を制作している。1980年代頃より NHK の音楽番組、 みんなの歌で放送された新曲を含めたアルバムを年2作品程度のペースで自社企画の上発売している。現場の著作権のほとんどは NHK 出版が保有しているがニューミュージック系の楽曲でオリジナルアーティストの所属レコード会社が異なる場合はコロンビアによって制作されたカバー曲を収録している。2005年頃発売作品より 原版を制作者から借り入れて、オリジナル版を収録するケースが増えている。1993年より、自社企画のオムニバスアルバム、子供の歌をシリーズ展開している。同様、子供向けのアニメ、特撮、バラエティ番組などの楽曲をより取り構成し、2500円程度の、連価格で発売している。特にお母さんと、一緒やポンキッキ関係の音源は、 ポニーキャニオン及びフジパシフィックミュージックが保有しているため、これらの楽曲については、現版の借り入れをせず、すべて自社継続アーティストによるカバー音源で収録されている。2020年現在の企画品版は、コックスク、コックス、コックス、フォルテミュージックエンタテインメントの作品を含む、旧ナムコとの関係が深い。アニメックスラジオは、デジタルラジオ帳、 A&G で2010年4月5日から2012年3月26日まで毎週月曜21時30分22時に放送されていたアニラジであるアニソンシンガーの二人がアニメソング特撮ソングの魅力を最大限伝えていくアニソン情報番組2011年10月からの半年間はプロジェクト R のメンバーから二人が月替わりで担当 ありがとうございます。